ハンザちょっと生えてきましたね。またちょっとね、明日あたり1000円カット行こうかなと思ってるんですけど、東京に1000円カットってあんまないんですよ。989。貯金残高がないんです。あ、マジでありがとう、ゆうゆう。Thank you。クレジットもね、ちょっとね、使いたくないんですよね。使えないんですよね。主張の強いピアス。これ今日下北行って、ちょっと古着屋ぐらぐら見たりとかして、で、それで見つけたんですよね。で、そうなんですよ。ちょっと下北で、要は、衣装をワンポーズどうしても漁って撮影があって、その、下北で古着でワンポーズ買っちゃったんですよ。残りのお金で1万円ぐらい、1万8000とか使っちゃって。でもね、見て。この靴、フェラガモですよ、皆さん。フェラガモの靴ですよ。下北の古着屋。これ掘ったなと思ったんですけど、掘ったと思ったんですけど、これ、フェラガモ、いくらだと思いますか？やった、足ぴったりで。高いっしょ、高そうっしょ。2000円ですよ、皆さん。どう思います？ 2000円。かわいいでしょ、フェラガモ。革靴。ちゃんと、もともと古着好きだから、下北好きだし、地元も世田谷なんで、下北はしょっちゅう行きますけど、安いっしょ？違う違う、2000円、2000円。そう、何も考えないのっていうか、考えようと思ってて、どうしても取っとかなきゃいけないんだけど、でも、明後日にはワンポーズどうしても必要だし、でも古着大好きだし、久しぶりに東京来て、まだやっぱりその10年間東京離れてたから、計画性なし。それが俺の悪いところ。ね。だからすげえ掘ったなと思って、掘れたと思って。で、下北に今度行ったことあるかわかんないです。ことある人、ある方がいるかどうかわかんないんですけど、みかんっていう、要は下北が新しい商業施設がいっぱいできてて、なんか原宿の竹下通りみたいになってて、やっちまったよ。2000円は安いでしょ、でも。安いでしょ？いい買い物してるでしょ？このピアスはね、これ、見えるかな？開けましたよ。昔も塞がってて、ブチブチってお店で買って、そのまま、開けていいですか？ここで。ブチブチいって、みたいな感じで開けましたよ。あと、買い物して、そうですね。買ったのは、あ、違う。帽子買ったんだ、帽子。すごい可愛い帽子ゲットして。すごい可愛い帽子ゲット。あった。この帽子はね、見てください。ちょっと、値段、あれ。じゃん。どうすか？こちら大丈夫だよ。ちょっとね、夏用にと思って帽子買ったんですけど、初見です、どうも。ハロー、帽子これ、まあちょっと眼鏡でもかけてないとっていう感じですけど、帽子が好きなんですよ、僕。まあこれ T シャツはちょっと合わないと思うんですけど、これもね、衝動買いしちゃったんですよね。300円。じゃあごめんね、1100円。そんなことやってたから、なんですよね。まあ、下北で久しぶりに楽しかったっていう話なんですけど、ちょっと帽子2つ買っちゃって、こっちの方が掘ったと思いました。コロンビア、どうでしょう？コロンビアです。緑の鳩、あれザラだよ。そうそう、日よけになるし、これから梅雨、これは掘ったと思った。これいくらだ？いくらだ？バカだよ、バカ。バカバカ。バカ。これね、980円。おしゃれでしょ？そう。コロンビアなんで、980円で掘ったなと思ったんですよ。そんなこんなで。まあいいです。今日は石は売らないことにします。そう、下北楽しかったっすよ。すげえうまい担々麺とか食ったりして、ちょっと15分ぐらいのライブにしますね。眠たくなってきたんで。もう寝ます、僕。安いっしょ？安いっしょ？トータルでだから、いくらだ？全部で、そんな、でもこのフェラガモの靴は、
これは掘りましたよ。これフェラガモっすよ。だってあれフェラガモサルバトーレ、本当にほら汚いんだけど、汚いっていうか古いんだけど、こういうのをあえて普通の普段履きで履いちゃうっていう、まあうちの親父じゃないですけど、楽なんですよね、いい靴って。やっぱりでちゃんと足音がコツコツって鳴るのが大好きで、テンション高いよ、買い物してきたんだもん。っていうか眠いですけど、ふわ今日やんないです。今どこ住んでるの？東京にずっとホテル住まいです。やっはー、挟まなくていいかな。今どっから、そうパパにもらってこようかなと思うんですけどね。そんな感じでちょっと下北でちょっと入っちゃったんで、インスタライブで石売ろうかなとも思ったんですけど、震えていますが大丈夫？震えてないよ。どうした？楽しそう。そうなんですよ、すごい楽しそうだった、楽しかったっす今日で。今日食べた担々麺がめちゃくちゃ甘くて、東京の人が言ってほしいんですけど、東京の人っていうか、うん、東京の人が言ってほしいんですけど、ちょっと担々麺好きな人がいたら、下北沢のみかんっていう新しい商業施設の中にある香味っていう、香るに味って書く担々麺屋さんがあるんですけど、そこにぜひ行ってみてください。すごい美味しかったですという感じです。そう、そう状態なんだよね正直。お、あの薬でちょっと抑えるのもあれなんだけど、やっぱり担々麺ですげえ辛いやつ、めっちゃ辛くして食べたらめちゃくちゃ、もうこの辺ビーンってなってるんだけど、うまくて。行ってみて、行ってみて、下北いいよねやっぱり。そう、ホミタンタンメン、それからミンゴちゃんありがとう。書いたらダメ、分かるよ、書いたらダメ。ケンさん昨日ありがとう。ね、コウミっていうお店、ユーリ大好き、懐かしいねユーリ。おすすめの古着、下北だとやっぱフラミンゴとかいいんじゃないですかね今は。あ、テラさんありがとうございます。またぜひ DJ でお願いいたします。サイケデリックお願いします。辛いの美味しいよね担々麺。それがあんまりにも美味しくて、あ、都会って悪くないなって思いました。10年離れてたから、まあ自分の地元だったら、まあ全然落ち着くじゃんって住めるなって思ったし、まだね住むの大変だけどね、東京テンポ早いから。震えてる、いいじゃん震えてたって別にと思うんですけど、怒りません。伊勢くんらしくありがとう。ちょっとねあれなんですよ、まあいいや。 I dance alone You make me レレレレレ、今日目が色っぽい、ありがとう。そんな感じなんですよね皆さん。うわびっくり、閲覧めっちゃ多いじゃん。やべえ、30人ぐらい前のつもりで話してました。おぼちゃまらしくね。はい、おぼちゃまらしく。トルコまた行きたいっすね。そう、あ、みちさんいいこと言った。トントンよりうまい。間違いない。間違いない。東京にわざわざ食べに来て、もう来ても OK なぐらい間違いないっす。今日飲んでないよ。もう酒は飲みません。あと半年は飲みません。品よく、そう品がいいの。あ、三好野さん行った。イエーイ、ありがとう。ああ、そんな。いや、ホテル代はね、もう払ってあるんですよ。だからホテル代は大丈夫なんですけど。そう、髪の毛生えてきたらね、ロン毛にもしたいんですけど、やっぱちょっと短髪かなっていうイメージもあります。頑張ります。ちょっと今日はこのピアスを開けたのが痛かったっていうのを早速ちょっと産んでますけどね。そんな感じで生存確認のライブでした。生きてます、忙しくしてます、おかげさまで、ありがとう、バイバーイ、またね、チャオ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 、バイ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 。